行くぞ、赤座。待ってろ。俺が、もう葬ってやる。なんか赤座の鬼ごっこをしてたんですけど、脱獄してるものがいまして、いつまで経っても赤座が戻っていかない。赤座何人か倒したのに戻ってくれない。本当の鬼かもしれない。成敗してみる。本当に赤座攻撃してきた。え赤座攻撃してきた。待って、あれ、ちょ、成敗しよう、成敗。おい、待て、赤座。お、赤座どこだ。待て、赤座。成敗、成敗。これで、リスポン戻ったはず。嵐か？赤座って名前で嵐なのか。え、なんか出てくる、めっちゃ。ほら、見て。うわー、なんか違う赤座攻撃してきた。本当に鬼じゃん。マジで鬼じゃん。水車、水車、うくらえ。水車、永遠と攻撃するバージョン。めっちゃ逃げるの早い。めっちゃ逃げるの早い。待って、赤座。やめ、もう逃げる。脱獄とか何でもありなんだけど。今回はですね、反撃代わりの鬼ごっこなんですけど、逃げてる人は、まあ、反撃で、鬼殺隊に攻撃していい。赤座は、鬼殺隊を攻撃していいっていう、特殊条件付きの鬼ごっこなんですけど、情報伝達不足で、赤座が何人か数名脱獄してるみたいで、嵐とかじゃなくて、なんか、本当に脱獄してる。赤座って名前で脱獄するんだよ。本当に鬼じゃん。ルールあったの。ルールあったけど、もうルールわかんなくなっちゃったんで、こっちも、鬼殺隊ももう困ってるので、とりあえず赤座を成敗する。そうしよう。猫鳴いてる。はい、よろしくお願いします。超ザメ造成のあまりバトルです。ステージは、このステージだったんですけども、ルールが、もう何でもあり、自由っていう、もう赤座をとりあえず俺が倒すっていう、もうマジでルール何でも良くなっちゃった。脱獄ももうありだし、もう。どうなるか俺でもわかんないんですけど。とりあえず倒していく。待って、攻撃してきた。攻撃してきた。待って。いるいる。赤座倒した。赤座倒した。一人倒した。赤座倒した。やばい、赤座攻撃してくれ。うら、待て、赤座。うわ、待て。くらえー。水車の次の技。これなんだろうね。呼吸で言うと。うわ、怖い、怖い。倒した。あれ、あと一人どっかにいると思うんだけど。いや、待って、脱獄してるから、もしかして。あ、リスポーンでちゃんと煽ってる。ちゃんと煽ってるってなんだ。一人脱獄してきたぞ。どこにいる。あ、いた。待て、赤座。待て。もう何でもありじゃん。鬼殺隊は赤座を許さない。煉獄さん。もしかしたらネタバレになっちゃうかもしれないから、これ以上言わないでよ。こう、鬼滅の刃面白いよね。鬼滅の刃面白いから待ってください。意味がわかんないでしょ。あ、いるいるいる。あ、赤座攻撃してけ、倒した。赤座倒して。ん？もう一人いる？あ、赤座攻撃した。あれ、絶対許さん。許してくれないか、京十郎。赤座許さん。赤座。多分ね、他の赤座がね、どっかにいると思うから、他の赤座倒して、天国に送ってくるわ。どっかいると思うんだよな。下いないね。いたね。赤座さん？上限の3、赤座さん？待って、全然当たんない。あ、やられた。赤座に攻撃された。鬼が見、やられた。はい、間違えました。アジフライスタジアムです。よろしくお願いします。
ステージを変えました。そして、足りなかったもの、何か分かったので、持ってきました。日輪と見て、ちゃんと、日輪と持ってきたの。縦にも触れるし、横にも触れる。俺はこれで戦っていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、赤座ね、射程長いからね、攻撃してくる赤座だったらまずい。あ、なんかいる。まあ、投げるものも持ってるので。ちゃんと、剣士なのに、飛び道具っていう。いや、ちゃんと俺剣士で行こう。日輪刀くらい。ほら。やばい、ね、猫来ちゃった。あ、ここいる。まずい。実況を撮ってる最中に猫ちゃんが現れた。おい、一人倒した。なんか止まってる赤座もいるぞ。なんて仲良くしたいのか俺と。もしや俺と仲良くしたいのか赤座。鬼、やめるか赤座という鬼やめるかそれとも俺を鬼にしたいのか鬼になれうなチャンネルみたいな。もう鬼なんですけどね、すでに。赤座、赤座どうした呼んでるぞ、俺のこと。犬みたいだな。にゃんにゃおーん。それは猫だ。おーい。お、二人いた。二人現れた。おい、赤座。赤座何やってんだ、それ。それなんだ。それは何をしてるんだ、赤座。なに急になんか赤座化し始めた。あ、撃った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 危ない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 。やばい、立場逆転した。俺が赤座から逃げてる。うい、もう自分から来ちゃったよ。赤座、待て。待て、赤座、待て。逃げるな、逃げるな。俺が、滅する。待って、早い。赤座、早い。ちょっと待って、せっかくだし。ラブラブラブ攻撃してくる。赤座だから攻撃してくる。おとなしくはやられないか。まあ、せっかくだし、水の呼吸の、水車を、ここで使って、行く水車で倒したい。お願い。ほら、水の呼吸、水車、やった一人倒した。一人倒しました。水車水車じゃない。オッケー、これで。水車よし。これが水の呼吸。そして投げる。って全員倒した。俺は、赤座を、全員倒した。終わったぞ。やばい、この緑色が炭治郎の色に見えてきた。そしてピンクはあれですね。ねずこちゃんの色。なんか嬉しい。あ、俺赤座全部倒した。赤座出てきちゃダメだよ、赤座。